ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動。椅子の方は肩をゆすりましょう。腕と足の曲げ伸ばし、できるだけ脇を締めて腕をしっかりと曲げて伸ばします。腕を前から横に開きましょう。大きく回します。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。横曲げの運動。椅子に腰掛けてる方はゆっくりと横に、立ってる方は弾みをつけて2度曲げます。前後に曲げる運動です。ここは肘が曲がらないように注意をして、腕を振って体をねじる運動。大きく、ここは小さく、足を戻して片足跳びです。ももをポンと高く引き上げて、つま先を支点に踏み替えます。もう一度足を横に、上体をねじりながら反らせて、斜め下柔らかく曲げましょう。上体を前に倒して背の運動です。ここは胸を張ります。一度体を起こしましょう。倒して、足を戻して両足跳び。三拍子のリズムで軽快に跳びましょう。腕と足の運動。腕は前から横、力を抜いて振ります。呼吸、深く息を吸って息を吐き切ってからもう一度吸いましょう。吐いて繰り返します。土曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日お元気にお過ごしください。